はーい、入っていいよ。もう配信始まってきけど、配信時間に起きたじゃん。おはよう。よく寝た？全然。なんでだよ。カナマの携帯で YouTube 見ながらこいつ寝てたってことでやばくねえか、マジで。こいつんちのもう不いい匂いなんですよ。嗅ぐな、バカ。じゃ、嗅ぐつもりなかった。なんで嗅いでんの？ちょっと別に恋で嗅いだんじゃないですよ。いや、違いますよ。あ、勘違いしないでください、ちょっと。お布団をね、寒いって文句言ったら、うん、貸してくれ、うん、貸したね。ふわっ、いい匂いつったね。キモってキモ、こいつ。じゃあ、どっちからやる？いや、でも、これは我が輩の愛してるはもういらないと思う、うん、この人たちは。あ、何？もうなんかもうずっと言ってるから、うん、はい、またね、ラブロスダイレスの愛してる、オッケーオッケーみたいな感じね。でも別に我が輩オタクに愛してるとか一回見たことないけど。あ、でもね、うん、ちょっと、お前の愛してるが聞きたいと思うんだよね。そうだそうだ。じゃあ行くよ。ラプラスダークネス愛してる。気持ちがこもってない。これでテレビやぞ、お前。だって風間全力でってこれだもん今。お前全力でさ、うん、我が輩のこと嫌いんじゃん。いや、そんなことね、無理やり言ってるみたいな。分かった、今から心込めるから、今から心込めるから。じゃあちょっと待って、受け取る視線を構える。今日は1年記念日、大好きな彼から最初の一言、何が来るのかな。ラプラス愛してる。おお、もういいよ。あー、もうはい、おしまい、お疲れ様でした。もうなんだこいつマジで。いいよいいよ。